はい、今回は2020年2月22日ライジン21浜松大会のロッキー・マルティネス VS 関根シュレック秀樹選手について、動画を撮っていきます。はい、ロッキー・マルティネスはみんなこうライジンを見てるので分かると思いますね。グアムの選手でパンチが上手ですね。レスリングシューズ履いてて、まあ、本当は本人多分レスラーだと思いますね。レスリングシューズ履いてて、まあ、でもあんまりこう寝技いかずにパンチがうまいイメージがすごく強いですね、ロッキー・マルティネスに関しては。はい、まあ、ここ最近は見ること、ジェイク・ヒューンには負けてしまっているのだけれども、うん、強い選手ですよ。はい、で、関根シュレック秀樹選手は、まあ、柔術家で、プロレスにも出てるんですね。はい、本人のこう意気込みというかの中にもこう柔術は置いといて俺はプロレスラーとして、ね、戦うんだっていう意気込みがありました。はい、シュレック選手はプロレスでジャーマンとかをよく出すんですよね、フィニッシュとして。うん、で、まあ、ジャーマンを出したいという感じで話をしていましたね。はい、だけどロッキー・マルティネスのお腹にシュレック選手の、まあ、決して長いとは言えない手が届くのか。まず俺届かないと思うんだよな。そんなに身長もないでしょう、シュレック選手は175だって。より俺はロッキー・マルティネスの胴の長さの方が勝ってしまう気がするから、ジャーマンはやってほしいけどできないんじゃないかなと、うん、思います。はい、でやっぱりこう日本人のヘビー級ファイターがなかなかこう結果を残せていないのが現状なので、まあシュレック選手には頑張ってっていう言い方悪いな、結果を残してほしいですね。なんかね、やっぱシュレック選手の試合はMMA の試合を何試合かちょっと見たことがあるんだけど、ワンでやっぱ秒殺されてる、打撃を当てられている映像しか見てないので、こう実際組みついたらどんだけ強いのかとか、 MMA での強さが自分ではちょっとまだ、勉強不足で確認できていないんだけど、うん、プロレスラーとして頑張ってください。はい、ここからは自分の予想に移ります。うん、言いたくないんだけどロッキー・マルティネスがパンチで KO 勝ちをするんじゃないかなと思います。まあ、シュレック選手がやりたいことは、まあ、ワンでもそうだったけど、ババババって相手に組みついていって、まあ、そこで寝かして殴るなり決めるなり、ね、柔術家なので柔術のテクニック使って決めるなりしたいと思うんだけど、ロッキー・マルティネスはやっぱこうレスリングもできるし、でショートのパンチもうまいんだよな。だからバッて組みついたとしても、例えばだけど胴に手が回らない、まずね回らない時に肘で顔を押して中からショートアッパー打つとか、マルティネスがねっていうのがなんか上手なイメージがあるので、俺はテイクダウン成功しないんじゃないかなって、シュレック選手がテイクダウンできないんじゃないかなっていうのが自分の予想です。1ラウンドでパンチで KO 負けしてしまうのが、まあ、予想をね、予想はそんな感じ。でももちろん願いは日本人としてシュレック選手には投げてほしいし勝ってほしいし、こうヘビー級の日本人
強いやつがいるんだぞっていうのを、まあ、雷神だったり全世界に見せつけてほしいのが希望です。はい、ただ苦しい試合になるとは思いますね。はい、ということで、自分の予想はロッキー・マルティネスのパンチで KO 勝ち。はい、願いは違いますよ。はい、なので、そうやってというか僕の予想はこんな感じです。皆さんはどう思ってますか？またこうこれでシュレック勝っちゃうんじゃんみたいなのがあれば逆に教えてほしい。うん、はい、とにかくライジン21 2月22日楽しみですね。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。
くな。ナイスだ。